はい、ちくわでーす。今回は以前ご紹介しましたデボモンがね、プレイできるようになりましたので、早速プレイしていきたいと思います。で、その前にデボモンってなんじゃいとお方はね、過去動画でデボモンの魅力を紹介している動画がありますので、ぜひね、そちらの方も合わせてご覧ください。またね、動画の最後には最近公開されたエアドロップ情報もね、ご紹介しますので、ぜひね、最後までご覧ください。では早速プレイしていきますけれども、まずはね、チューズユアキャラクターということで、キャラクターを選択しなさいよというところで、じゃあ男の人にします。こちら。で、名前か。名前を、じゃあもちろん名前はちくわにします。で、ここで、スタートアドベンチャーかな。さあ、これで始まりました。で、なんかパソコンで、これはゲームしてるのかな？パソコンでゲームをしてる。さあ、これ扉が開きましたよと。誰ですか？あれ？何で今扉開いたの？今一瞬、ふって見ましたけど、また扉が閉まりま、おー、なんだこれ。突然宇宙に飛び出してて、さあ、これは一体何なのか、さっやっぱりわかりませんが、突然降り立ちまして、で、宇宙の階段を登っていく。で、そうすると一体何があるのか。なんだこれは。あ、モンスターがいる。すげえでかいモンスターがいる。おお、なんだこれ。で、このゲートに飛び込みなさいと。さあ、で、ゲートに飛び込んできましたと。で、そうするとめちゃめちゃ恐る恐る入ってきまして、さあ、この広大なオープンワールドで、旅をすると。ユーハはニューチュートリアル。さあ、まずはここで、左の、ここでこう、グリグリでこう、キャラクターを動かすんですね。あ、それで突然なんかイベントが始まりました。おう、モンスターズ、ランフォーイタ、逃げろと。あ、つまずいちゃった。で、なんか鉄のなんかバットのようなものを持ったおっさんが助けてくれたのか。おお、助けてくれ。モンスターに襲われそうなんだ。何書いてあるのかさっぱりわかりませんが、とりあえずなんかこのおっさんが助けてくれた感じで、あそこからさっき出てきたんだよというところでなんか説明してますね。で、まあこの辺ようわからんので、この辺はじゃあスキップします。で、そうしますと、なんだこれ、なんか M って書いてあるの、コインみたいなやつがありますけど、これを、あ、取った。You can steal collect 119 モントークというものを獲得しました。で、これに敵がいますけども、この敵に当たると、あ、別に当たってもなんもないのか。当たって、で、あとはジャンプとかがあったり、これは、あ、この右下の方でこれは歩いたり、走ったりするといった感じですね。で、まあこんな感じですごい、高度な世界が広がっているんですが、私は一体何をすればいいのか。で、左上の方にマップがありますけども、これで、どこに行けばいいのかって書いてないんだ、これ。わかんないな。あ、でもなんかあそこになんか紫色の、何かこれ点滅してないこれ。こっちの方に行くのか。ここになんか点滅してる。ここ。これ。タップトゥヒール。タップトゥーヒールだったんで、なんか自分が回復したのかな。で、回復しましたよと。で、じゃあ次。なんかこっちの方になんかね、紫色のなんか、マークがありますので、とりあえずこっちの方に向かってみますか。すごい。めっちゃ広いですね、街がやっぱり。さすが広大なオープンワールドが広がっています。で、なんかあそこになんかマークがあるんだよな。あそこにどうやって行けるのか。え、こっち行けなくない？こっちか。さあ、山の方に登ってきまして。あ、やっぱりあれになんかマークがあるな。あ、やっぱそうですね。あの紫色のところに行くとイベントが始まりますね。Hello, or Bistio 読めない。I want an expanded chance as anyone so soon。よう分かりませんが、スキップします。で、なんかアイテムをもらいました。で、この博士はもうこれで終わり？なんかすげえいっぱいいろんな機械がありますけども、特にこの辺からアイテムはパクれないということなんで、じゃあまた、あの、
紫色のところに行けと。まあ、なので基本的に初めはあの紫色のところにどんどん進んでいくというところがまずは、このストーリーを進める基本かな。ちょっと待って。遠いな、これ、随分。しょっぱなにしたから遠すぎない、これ。世界がね、広いのはとってもいいんですけど、ちょっとあまりに広すぎる。お、ってなんだ。何か弱ってそうなモンスターがいます。Are you okay? No, no one wants も助けてくださいと言ってますね。You can now fight and wild Evermon may attack your target. あった、なんかね、食らってる、食らってるよ。ちょっと待って。どうすんの、これ。こいつに攻撃すんの？え、攻撃できないけど。どうすんの、タップして、あ、やられちゃったよ。ちょっと待って、どういうことこれ。今タップしても何も起きずに、戦闘しても何もダメでしたね。戦闘というモードすらなくて、私がせっかくゲットしたモンスターが一瞬でやられちゃいましたが、これどうすんのこれ。とりあえず目的地にもう一回向かおう。多分モンスターがいることによって、あのね、野良のモンスターとね、多分対戦できるんでしょうけど、私ね、モンスターすら持っていなくて、今ね、一体いたんですけども、一瞬でね、戦うことすらできずにやられちゃいました。で、また博士とか戻れって言うのかな。さあ、戻ってきましたよと。Wonderful! It looks like you... なんか、生き返ってる。どういうこと？あ、本当はあそこで弱っているこのキャラクターを連れて帰るというところが、このストーリーだったんですね。ただ私はあそこでやられてしまったと。あれ復活してたけど、またいなくなっちゃった。で、その場合は、あ、こっちのヒールのところで回復できるのかな。これで、タップトゥヒール。回復し、いなくない？いないじゃん。私のモンスター全然いないけど、どうすんのこれ。で、また先へ進めと。いや、ちょっと待って。この往復めんどくさ、これ。今度こっちか。こっちの方に行きなさいよと。あったあった。ここにじゃあ行く。え？これか。この家に入りなさいと。お、そうすると、お、何かファミリーがいますね。Hello there. I see from once extent experience that's a saint. なんか歩き方おかしくない？さあ。で、ストーリーはガンガン進んでますけども、私はまだ一向にモンスターがいない。さっきのモンスターはどうやって回復するのか。そもそも私モンスターいるのかな、さっきのやつ。あ、で、なんか暗くなってきた。暗くなってきちゃいました。で、ここに行く。なんだこれ。なんか、花か。なんか、花かなんかを拾ったのかな。花を拾って、あ、またさっきの家に戻れって言ったのかな。結構こう、暗い感じも綺麗ですね、ほら。ただ、いかんせん、この往復がマジでめんどくさい。で、またこのお家に着きましたよと。で、なんだ、あれ、なんか外で女の子とモンスターが踊ってます。めっちゃ陽気じゃん。なんだこいつは。セリーモンというモンスターなんですかね。で、この子はラウルという名前ですね。で、喋ってる。このモンスターは喋るという設定なのか。で、これもスキップしますね。で、また次の目的地に向かいなさいよと。ちょっといい加減私のモンスターいつ復活すんだよ、これ。ちょっと敵と戦いたいんですが、一向にこの敵がね、戦わせてくれません。戦う方法はない。はい。で、また博士のとこに戻ってきましたと。さあ、そうすると。Excellent work, my dear student, Mr.ホリーズ、ジャスサカイサスバスタイル。さあ、これでもう一回アイテムをもらって。さあ、次は？あれ？これで目的地がなくなっちゃったな。
で、なんか左上の方にね、赤ぼっちがあるんですけども、これはチュートリアルか。これでまあいろんなチュートリアルを確認できる。自分のインベントリとかで、モンスターとかも確認できるんですね。まあ、こういうものを確認しときなさいよと。で、なんかいろんなね、モンスターが戦う戦闘シーンとかもね、あるんですが、私のモンスターは一体どうやって回復させるのか。ちょっとその辺がわかりませんが。で、左上の方のこのね、びっくりマークのところをタップしますと、これね、クエストってありまして、これでメインクエスト、バトルハードネットというものがあって、こちらで、は敵を倒しなさいよと。多分この5体のね、エボモンを倒すと、このクエストが終わるという感じですね。で、ただ、まあ、倒すのはいいんですけども、私のもうモンスターがいない。マジでこれどうすんのこれ。お、なにこれ。今空中からジャンプしたらほら、こんな感じで空飛びました。すげえ。面白。ヒューとね、飛んで、さ、これでモンスターにタックル。モンスターにタックルしてくれ。これ、わし、これどうやってこれ敵倒すのよ、これ。本当にわかんない。モンスターをこれ捕まえられんのか。何かアイテムを使って。あ、なんかできた。なんで？よくわからんけど突然できましたよ。あ、で、頑張って攻撃してくれてる。え？なんかこれ敵同士これ攻撃しちゃってね、これ。私のキャラクターは普通には攻撃されてます。これ自分のこれ、キャラクターがどうやって攻撃するのよ、これ。敵に攻撃する方法がわからない。で、ただガンガン攻撃受けて、ほら、やられちゃった。で、なんかここでね、敵同士がね、戦っていますね。これマジでどういうことこのゲーム。これで回復はするはず。これでタップヒール。で、そうすると、こちらのチーム、はい、回復しましたよね。これで回復しまして、で、これなんか、あ、どうやってのかいまいちよくわかりませんが、これな、たまにこう上にスッて行くときがありまして、で、この状態だと、ほら、こうやって出てきますね。で、ただ、これでどうやって戦闘をしてるのかちょっと謎でして、チュートリアルを見るとね、なんかいろんなこうアイコンがほら出てくるんですけども、戦闘中にね、こんなアイコンが出てこなくて、で、勝手にね、ガンガン攻撃をされて、あっという間に倒されてしまうんですけれども、ちょっとじゃあもう一回やってみますか。敵に向かっていく。あ、わかりました。これね、これまずね、これ今ね、人間を操作してるんですけども、これね、この左上の方の、このね、なんかモンスターがね、書いてあるアイコンあるんですけども、こちらをね、タップしますと、ほら、こんな感じで、今度ね、このモンスターのね、視点に切り替わります。で、この状態で、敵と戦うんですね。で、これでね、こう殴ったりですとか、あれ、殴ったり、これ、なんかこう、避けたりとかね、こういうスキルとかを使って、敵を倒していくと。あれ、全然食らない。全然食らないな、こいつ。なんだこいつ。攻撃しても一緒に回復したよ。なんだこいつは。じゃ、こいつを攻撃。え、攻撃してどんどん HP 回復してないこれ。これどういうこと？一回逃げよう。一回逃げて。で、これでまずは回復。回復をして、もう一回攻撃を仕掛ける。攻撃。ほら、なんか私の攻撃をするとどんどん HP が回復してないこれ。味方のね、攻撃はガンガン食らうんですが、私の攻撃をすると、普通に HP が回復していくと。こういう謎の現象。なんだこれは。で、ほら、めっちゃね、513ぐらい食らってますけども、私のね、HP655 しかありませんけども。ま、全然倒れないという。なかなかね、ちょっとまだバグが多いかな、こちらのゲームは。まだね、テスト中なんで、まだ、まあ、やむを得ない部分はあるんですけれども、まあね、こんな感じのアクションゲームとなってますね。はい、で、最後にね、エアドロップ情報ですけども、このね、デボモンの公式 X の方に、4月の末にゲームアップデートと連動して、約2万ドル分のエアドロップを開始しますよと。で、ゲームをプレイする方が対象となってまして、無料で参加もできますよと書いてますので、
でね、まだ詳細は不明なんですけども、まあね、随時こちらの詳細はね、今後の最新情報はお待ちくださいと書いてますので、こちらのゲームをプレイしていくということで参加できるみたいなので、ぜひね、プレイしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。